タートボタンを押してください。2次予選最後の3組目ですね、スタートしました。さあ、1P側サードストライク、先方はマッチのザベル、対する 2P 側三種の神器、先方は佐賀のザベル、ザベル同家だ。さあ、三種の神器は、まあ、あのほぼ、佐賀ザベルが先方、まあ、固定なのかなという感じがしますね。で、先ほどあのサードストライクの方を見ていたら、まあ、そういうことでもなかったので、ちょっとこの辺はうまくいったのかいかなかったのかが知りたいところですが、さあ、お互い殴り合って、マーチさんはね、もう 今ね、結構いろんなゲームやってる、サードもやるし、ストコもやるし、セーバーもやるしみたいな感じで、そうですね、めちゃめちゃゲームやってます。さあ、ここで佐賀が、青い方が佐賀ですね、はい、黒い方がマッチ。さあ、ただもうこのザベル同キャラはもう先に取った方が有利とか、まあもちろんあるんですけど、あんま関係ないところがあって、まあね、でもね、やっぱ基本的にやっぱ追う展開になる方がやっぱり厳しいは厳しいですね、うん、そうですね、空中ガードとあと技の振りっていうのが、うん、そうですね、あの基本的にカウンター取る方が絶対最初には有利になる。うわ、パナしてくる。そういうことをやる人だったっけ、佐賀さん。いや、やっぱ先方ね、長年やってきて、これが役目だと4ばかりに。さあ、これはうまいことずらして勝ったのは佐賀。これはしっかり仕事やりましたね。かなりもう今仕事したやろって言ってましたからね。ですね。さあ、終わらせに来たのか、これはもう後がないと見たのか。米丸が中堅で登場。まあ、確かにコアッパーザベルですか、あのザベルヤウですからね。そうですね、しょうがないってとこはあるかもしれません。なのでこの辺は、まあ、あのザベルザベルサスカッチという札を有効に使ってる気がするですね。おお、大取り裏とはいえ、これで米丸が負けるようなことがあれば、いや、これは大事件ですよ。そうですね、はい、まさかのプレーオフ行きありますからね。まあ、やはりザベル同キャラでポイントってなるのは、うん、不能確定のところでヘルズゲートをちゃんと出すか、そう、出せるかっていうことですね。で、まあ、もちろんそれさえ読んでセットプレー確定はあるんですが、イエス1、さあ、サガが7割残してリード。さあ、ここでやり返す米丸、かなり真剣な表情、すぐさま取り返して、さあ、どうなんだこれ、謎、これ、ね、やり慣れな動きはね、やっぱりやばいんですよ。さあ、これは、うわー、刺さる、そう、イーグル出し切り、刺して、どうなる。さあ、これはガコース、さあ、今チャンスだったが中断、押していく、こかして、あと、うわーっと、どうなる、米丸中断、米丸、お前死ぬか。さあ、どうなる、さあ、佐賀が追い詰めて、うわ、落として、うわ、佐賀勝利。なんと佐賀が先方で2立て、残すはコアハラサスカッチのみ。さあ、やはりどこが勝ってもおかしくない、言った通りの展開。イースクには魔物が住んでいる。いやー、いや、ああいう試合は米丸のかなり見たことがないですね。いや、あれはね、ザベル同期はやっぱプレッシャーあるんですよね。いや、やはり、まあ、サガさんもサスカッチからザベルに転向したプレイヤーなんですけど、ここまで使いこなすようになっていると、すごいですね。いや、でもここでコアハラがやっぱり意地を見せなきゃダメだと思うんですよ。そうですね、うんうん、生きてきた、長年生きてきたサードストライク、やっぱりね、ここで米丸におんぶに抱っこではやっぱダメなんで、優勝するにはここで三立てをするぐらいの気概が欲しいところです。さあ、精神を集中して始まりました。 1P 側大将小原サスカッチ、 2P 側先方サガザベル。これやっぱコアッパーも南浦はビッグアン来て、この丸とやったりマッチとやったり、ダブル戦相当やってるんで。そうですね、そういう意味では佐賀は、まあ、ザベル、細川さんともやってるからね。だからそこはやっぱお互いのキャラ隊の意地みたいなところが出るんじゃないですかね。そうですね、はい、落として投げていく。さあ、これヘルスに向かって中盤、逃げっぱい許せない、落として、ここは不能。さあ、この後の起点ですよ。裏中弾ガードしてる。そう、あそこのね、匂うような中弾は絶対ガード。あー、やはり差が日和らない。この先方差が強いぞ。まあね、ES 出したかったのかなっていう感じはするんですが、さあ、ディエスタは当たる、投げて、落として、不能、前置き、不能だが
が飛んでいる。さあ、ひりつく大パン、これはね、アドバン漏れですね。ザーベルのセットプレーはやはり補正。おっと、これ引っ掛けて届かない、いい技。さあ、サガサンタでいくか、それともコアッパーストップをかけるか、意地を見せるか。さあ、おお、まだワンダムを許せる、さすがち。そうですね、しかしさあ、お互い動いてるんだが、左側これです。やはりコアハラはこの技、いいスタート。さあ、クソ煽り。